ガンプラ制作動画を投稿していますガンプラ団です。前回までで、プロトタイプガンダムの、この、胴体のパーツの内部のパーツを制作しましたので、今回はその続きをやっていきたいと思います。で、今こちらに切り出してあるのが、この周りにくっついていく、胴体のパーツの、外装部分のパーツになります。で、普通のファーストガンダムだと、この辺のパーツは、青いパーツだったりするんですけども、プロトタイプガンダムということで黒っぽいパーツになってます。それではこちらのパーツ、墨入れからやっていきたいと思います。こちらのパーツ、墨入れが終わって、あと艶消しスプレーをかけて今こう乾いた状態ですね。なので今から、こちらのウェザリングマスターを使って上からさらに着色していきたいと思います。あとですね、この部分の、白い部分とか、あと、この、外装のこういうところですね、デカールの方も、貼りました。こういうところですね、こういうところとかの、デカールはこう水につけてこう転写するタイプのデカールなんですけれども、この辺とか貼ったんですけども、ちょっと一部剥がれてるところがありますね。やっぱどうしてもこういうのを貼るのはなんとなくやっぱ苦手なので、ちょっとうまく貼れないですね。なんかいつの間にか剥げちゃってます。他もちょっと見たんですけども、ちょっとやっぱり1、2枚こう剥がれちゃってますね。もうちょっとこう綺麗に貼れるようにならないといけないですね。それでは組み立てていきたいんですけれども、組み立てるには前回作ったこの、フレームのパーツですね、こちらの方も使って、この胴体のパーツを完成させていきたいと思います。よっしゃ、胴体パーツできました。いや、胴体パーツこんな感じで完成したんですけども、こういうちょっと地味な色のガンダムの胴体もかっこいいですね。で、ちょっと組み立てる途中でこういう貼ったシールが若干剥がれてしまいました。この部分のこのぐらいのこの部分なんですけども、反対側ちょっと剥がれてしまいましたね、この部分。なので作る時はこのシールに注意して作るか、まあ、完成した後に本当は貼るのがいいんでしょうけど、ちょっとつや消しスプレーとかウェザリングマスターの兼ね合い上ちょっと先に貼ったので、こういうことになってしまいました。ちょっと、今後はちょっと気をつけていきたいですね。でバーニアの部分はアルミシルバーのカラースプレーで塗装しました。で塗装した後に墨入れをやった状態ですね。この辺ちょっとシルバーとかでやると、金属感が出て結構かっこいいですね。でちょっと、何箇所かシールは剥がれちゃったんですけども、なんとか完成させることはできました。で次回は頭のパーツの製作に入りたいと思います。